ファミリアは、マツダが販売している小型自動車及び商用車である。初代は、マツダ初となる小型乗用車であり、以降も、同社の主力車種として長年親しまれていた。四代目以降は、ハッチバックを機関車種としており、このコンセプトは、後継のアクセラマズダ3に引き継がれた。特に五代目は、社会現象を巻き起こすほどの大ヒット作となったことで、知られている。 乗用車の生産終了以降も商用車のファミリア版に名を残している。2018年にこれも、トヨタ自動車のプロボックスの OEM 供給モデルに切り替わり、自社生産からは撤退となったものの、2021年4月現在、新車で販売されている一連のマツダの車種としては、キャロルに次いで古いブランドである。世代については、マツダ公式サイト、ファミリア物語を元にする。 当時、主力商品をオート三輪から軽自動車や小型トラックに移行させつつあった東洋工業はキャロルとファミリアという二つの小型車の開発を開始する。しかし、小型自動車への参入は時期尚早と判断され、軽自動車であるキャロルが先に発売された。ファミリアは市場調査の結果、商用車としたライトバンの開発が優先された。 セダンとクーペおよびライトバンはベルトをね、トラックは小杉二郎がスタイリングを担当し、個性的で美しいイタリアンデザインで商業的に成功を収めた。800のモデルは前方のナンバープレートを髪型にめくり上げるとバンパーにクランク棒を通す穴が設けられており、これによりバッテリー上がり時にはクランク棒による始動ができた。末期に追加された1.0リットルエンジンの2、 ドアセダンにも、この仕組みがある。なお、1.0リットルにドアセダンは、モデル末期の廉価版という位置づけのため、当時装着が義務付けられていなかった、サイドマーカーや、ウィンドウォッシャー機構が省略されている。初代トヨタカローラの主査、長谷川達夫は、当時ライバルであった、日産、サニーよりも、ファミリアセダン800を、理想のファミリーカーとして高く評価しており、 カローラ開発中に焦りを感じたという。しかし松田は当時ロータリーエンジンに注力していたためファミリアに十分なリソースを回せなかったこともあり、結局カローラが爆発的にヒットするに至った。長谷川はどうして松田さんはあの車にもっと力を入れなかったのだろうと述べている。WRC では次なる BG-8Z ファミリアにバトンタッチするまで前期型を 継続採用。日本国内においても、この WRC カーのベースモデルであるサンドア、GTX が圧倒的な人気を誇った。テレビ朝日系列で放送された特撮テレビドラマ、超人気メタルダーにて、主人公メタルダーのライドメカ、メタルチャーチャーのベース車として登場した。赤のサンドア車を改造装飾なしでそのまま使い、実車のフォルムそのままで、 車体両サイドの走行が主翼に変化し全部と尾翼を展開して飛行するギミックが追加されていた。1989年4月発売開始。5ドアモデルのアスティナはかつての5ドアハッチバック車が持っていた実用車の概念を完全に覆す4ドアクーペのコンセプトで作られ新たにアスティナのネーミングを与えられた。また1990年まで販売していた。 松田エチュードの後釜というポジションも担っている。同系の姉妹車となるユーノス100もユーノス店向きに供給された。ボブスレーがデザインのモチーフとされている。リトラクタブルヘッドランプの採用などにより、非常にスポーティなスタイルであったが、大人4人分の空間と荷物スペースはきっちりと確保されており、この高い実用性と走りの融合がヨーロッパで人気を集めた。 このアスティナは次世代でランティスへと発展する。通常グレードとは別に高級仕様として設定されたセダン。前後バンパーが北米仕様の長いものとなり、リアナンバープレートの取り付け位置がトランクリット側にある。内装は電動スライドシートを装備するなど5ナンバーのファミリーカーでありながら一つ上のクラス並みの装備を備える。エンジンなどは1.5リットルのセダンと同じものとなる。 WRC を狙ったモデルは GTX として登場した。1.8リットルで 180PS を出す。このグレードは、1000メグル性を考慮して、センターでフロックを排除し、ビスカス LSD が導入された。リアデフも純正でビスカス LSD が装備された。前後輪の駆動力配分は、前43、後5 7 WRC で1989年及び1991年のグループ N 部門ドライバーズチャンピオンシップを勝ち取った。しかし、インタークーラーが横置きで放熱に問題があった。その後、1992年1月に WRC でのパワー不足を補うために GT-R を発売。インタークーラーもフロントに設置された。 バブル崩壊による会社の資金難により、ワークスチームは1992年をもって、WRC からは無期限撤退となり、以降の参戦はなかったが、プライベートチームにより、1993年グループ N チャンピオンとなるほか、全日本ダートトライアル選手権3連覇を達成した。他には、仙台と同様に GT、X ベースの競技モデルとして、GTA、 そしてその光景に GT、R ベースの GTI がある。なお、セダンにも GTX は設定された。当時、RX-7 カペラにてスポーツチューンの特別限定車として発売されていたアンフィニグレードがセダンに設定された。GTX と同じ1.8リットルエンジンを搭載したが泣かされ、アンフィニグレードの特徴である FF スポーツとなった。 フロントデフはビスカス LSD が標準装備された。リアに貼られたデカールとフロントノーズの一部がサンドアハッチバック用のものを流用している点、グリルにマークがある点、b b s 製専用ホイール専用ボディカラーの設定が一般のファミリアセダンとの見分けポイントである。セダンタイプのスポーティーバージョンとして2001年5月に100台限定として発売された限定車である。 その後、同年9月に104台が追加生産された。エンジンは当時セダンには、非搭載であった S ワゴンのスポルト24の FS 型を、ハイカム、ハイコンプピストン、ポート研磨、ピストンクリアランスの最適化、ステンレス製、エキゾーストマニホールド、専用低配圧サイレンサーでチューンして搭載。外装は、スポルト24エアロパーツを基本的にはそのまま装着し、 リアバンパーは北米仕様の大型バンパーを装着していた。足回りは専用のハードダンパーと体型スタビライザーで強化され、205、45R17 の体型タイヤを標準装着していた。ディスクブレーキも15インチホイール用ローターへと強化されている。BJ5P カイトされた、このセガンは、なぜ 175PS を発生し、久々に、 スポーティなファミリアが登場した。ただし、松田スピード側のエンジンチューンが不完全であり、アイドルが安定しないため、パワーよりアイドル安定性を求めるユーザー向けに、専用カムシャフトへの無償交換が案内された。ボディカラーは専用色スターリーブルマイカという、青色のメタリックであり、標準装着のホイールがゴールドであることも、相まってインプレッサによく似た外観となっていた。 北米では、マツダプロタジア MP3 として発売されたが、国内では、マツダスピードの方が知名度が高いため、マツダスピードのグレードネームが与えられた。北米では、このプロタジアに、2.0L エンジン、シングルターボを搭載した、マツダスピードプロテジェが発売された。日産、AD マツダファミリアトヨタプロボックスマツダ、ファミリアトヨタ,クトヨタサクシードマツダファミリアファミリアとは、 スペイン語で、家族の意味で、家族揃って、ドライブをという思いが込められている。ヨーロッパでは、マズダー323の名称で販売されている。また、北米では、マズダー GLC、1990年代より、プロタジアの名称で販売されていたこともあった。ありがとうございます。